はい、どうもキレアです。今回は総力戦決闘の2日目になりますので、インセインの攻略動画を上げようと思います。今回は2部隊クリアでやってます。1部隊クリアに関しては、前回の屋外戦ではあるんですけど動画がありますので、主要キャラを捻出できない方は1部隊クリアの方が合ってるかもしれません。概要欄に貼っておきますので、よければ参考にしてください。それでは早速やっていきましょう。はい、まず道中を戦う1部隊目はこちらになります。とにかく範囲攻撃で固めてる感じですね。アルがいなければノノミを使ったり、剣を持ってなかったらスミレを使ったりで代用していきましょう。とにかく誠がめちゃくちゃ強いですね。命中も高いですし、かなり広範囲で安定します。基本的には誠とチェリノで殲滅していって、内漏らしをアルやモモイ、剣で倒していくようなイメージになります。そしてボス戦に関してはこちらの舞台で戦っているんですけれども、ウイ水着がいない場合は通常のウイを使ってミカを二巡させるタイムラインで動きます。ウイの水着を使うとミカでほぼワンパンできるんですよね。で、一応後半のステージに関してはウイ水着でクリアをしているんですけど、通常のウイでの回し方も一応動画にしてありますので、よければ見てみてください。それでは実践編の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していくんですが、最初はちょっとね気を使うんですけど、あとはコストがだいぶ余りますので範囲攻撃をひたすら連打していく感じになります。初手はすぐにチェリノを打ちましょう。で、チェリノの命中値が低いので結構上振れ下振れがあります。1回で仕留められる時もありますので、その乱数が取れるまでリスタートするのもありです。自分はこれぐらいの残り方だったら続けちゃいますね。次に剣のスキルを使って次の舞台で誠を使います。はい、これくらいのタイミングで誠を打っちゃいましょう。上から敵も出てきますが、誠は効果時間が長いので早めに打っておいても大丈夫です。で、稀に上の方が結構残っちゃったりするので、コストも多分余りますし、桃井を上に打っちゃいます。はい、チェリノを使って敵を殲滅しましょう。上から来る敵が残りますので、残りはアルちゃんかモモイで片付けていきます。タイミングが良ければ剣が片付けてくれたりもします。自分のちょっと誠の育成が微妙なんで、シロコをゴリアテに当ててから誠で一掃していきます。砲台の間のザコが出てきたぐらいのタイミングで撃つといいでしょう。上の方からも出てきますので気持ち上側を狙います。残った敵をチェリノやモモイで片付けます。はい、同じような形でケセドの雑魚戦を3部隊まで何も考えずに倒していきます。はい、で4部隊目で次のボス戦部隊にタッチするんですけど、この敵のグロッキーゲージでケセドを開かせます。なので通常攻撃で開けたいので、
本当はもうちょっとブロッキーゲージを貯める必要があるんですけど、アンパイを取りたいんだったらこれぐらいでやめておくのが安全です。これでもう十分倒せます。次の舞台でシューンを採用してるんですけど、シューンを持っていない方なんかはむしろこれ以上進んでしまうとコストが溜まる前にケセドが空いてしまいますので、これぐらいがちょうどいいです。ちょうどいいところでギブアップをしちゃいましょう。動画ではこれぐらいでギブアップをしてます。はい、それでは2部隊目の確執に行くんですけども、まずは水着のウイではなく通常ウイのスキル回しについて説明をします。始まりましたらウイをミカにかけます。そしたらこのままウイはやられてしまうんですけど、そのまま続行で大丈夫です。スミレのスキルでゲージを進めちゃいましょう。開いたらコスト9まで待って、ミカを撃った後にアコとヒマリをミカにかけます。その後ミカで終了ですね。はい、通常ウイの場合はこんな感じになります。それでは水着ウイの方に行きましょう。はい、それでは解説していきます。初手で水着のウイを使います。そしたらコストが溢れるギリギリまで待って、アコとヒマリをミカにかけて、ミカのスキルで終わりになります。ミカのスキルはケセドが開くまで待ちましょう。コストが余るんでスミレも打っちゃいます。はい、こんな感じで終了になります。アコよりもね、最近実装されたあるドレスの方が会心ダメージ率は上がりますので、そちらに切り替えても全然 OK です。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。